恵まれた環境の中、芸術活動の核として金沢美術工芸大学は多くの個性的な人材を輩出しています。日本画専攻では創作の心と技術の育成を図り、将来美術・芸術分野に貢献できる作家を育成。カリキュラムの中で基本的な知識や日本画の伝統的な表現を理解することはもちろん、各自の制作活動を個別に指導することによって自由かつ個性的な創作表現を身につけていきます。各種公募展への応募や海外美術研修旅行などを通じ、より高い創作にチャレンジしていくことを支援しています。卒業後は作家活動のみならず、教育、デザイン、工芸、美術関係の会社など幅広い活躍を見せています。油絵専攻では造形美術の基本的な理念を理解するとともに、高度な油彩画技法を学びます。それぞれの感性を伸ばしながら、新時代の芸術分野で活躍する個性豊かな人材の育成に努めています。昨今、映像系の仕事に就職する学生の割合が高くなってきています。また教育者として現場での評価も高く、美術・デザインなどの分野で独自の感性を生かした仕事で注目される人材を輩出。数々の優秀な作家や教育者を送り出しています。彫刻専攻では自然観察と素材との対話をキーワードに、造形の基本を探り、美に対する洞察力と表現力を養います。 1,2 年次では塑造、石彫、木彫、金属、複合表現、テラコッタなど、さまざまな素材による実習で素材に対しての感性と表現の基本を学びます。 3,4 年次では各自の表現テーマに基づき、個別指導の下でより高度で独自の表現方法の構築を目指します。さらに国内外で活躍する作家・評論家などによるレクチャーやディスカッションにより、現代社会との関わりや多面的な領域からの理解に努めます。芸術学専攻では理論を学ぶとともに、さまざまな実技の授業を行い、美的感性と理論的思考力の育成を教育の柱としています。芸術理論や美術史研究に多彩な語学学習を連動させ、考察力、文章力を養います。他の大学に比べて豊富な実技の授業を生かし、素材、技法、そして造形に対する理解を深めます。特に工芸史及び工芸論に重点を置き、全国レベルでも貴重な存在です。卒業後は美術館、博物館の学芸員、教員、研究者、自治体や企業の文化行政、文化事業職、美術評論家、出版関係者など幅広い分野で活躍しています。視覚デザイン専攻では、ビジュアルコミュニケーションは世界で戦う平和な武器であるというコンセプトを掲げて、アートやデザインの枠にとらわれず、そのメッセージを発信することを全てのカリキュラムを通して実践しています。目に見えることは全て自分たちのフィールドであるというスタンスで、グラフィックデザインを基本に、立体オブジェ、アドバタイジング、映像、アニメ、ゲーム、エディトリアル、ウェブなど、さまざまなジャンルに積極的に取り組んでいます。また学生たちは国内外のメジャーなデザイン、映像のコンペにも積極的に挑戦。毎日広告デザイン最高賞、デジコン6最高賞などメジャーな賞を多数獲得しており、卒業後はそれぞれの領域で幅広く活躍しています。製品デザイン専攻では、製品を通して人々の生活を豊かにするデザイナーを育成します。授業ではバウハウスの流れを受け継ぐ工房教育課程が大きな特徴です。木材加工、金属加工、プラスチック加工、
石膏型製作、塗装技術の習得を行い、その後最新の CAD CAM の技術を経験し、自らのモデル制作によりデザインの表現力を高めていきます。学外実習では企業訪問、工場見学、インターンシップ参加、研修旅行を行い、実際のデザインの現場を体験いたします。また産学連携プロジェクトや地域連携プロジェクトの数が多いことも製品デザイン専攻の特徴です。製品デザインの卒業生の多くは世界的企業でデザイナーとして活躍しています。就職率は 100% で国内でトップクラスとなっています。環境デザイン専攻では、空間視点でデザインできるものすべてを基本に、サイングラフィックスから家具、インテリア、そして景観や街づくりまで幅広いスケールと領域を横断しながら、これからの社会で求められるデザイナーを育成します。また金沢の豊かな自然、歴史的な都市環境をフィールドに、人と空間の関係を大切に考えながらリアルなデザインに取り組んでいます。学生はデザイン設計コンペティションにも積極的に挑戦し、日本ディスプレイデザイン賞特別賞を4年連続受賞したほか、歴史的空間再編コンペティションでグランプリを受賞。数多くの受賞を通して実社会から高い評価を受けています。工芸科では伝統的な技法を用いながら、新しい時代に対応した造形を表現できる人材育成を目指しています。ここでは大学4年間の初期を基礎と模索と捉え、工芸に限らず美術やデザインの歴史を探りながら、現代の工芸のあるべき姿を探求します。中期は実験の期間とし、陶磁、漆、木工、金工、染色のそれぞれの専門に分かれ、各自の個性を生み出していきます。後期には自己発見をキーワードに、各自で設定したテーマに従って作品を制作します。大学院ファッションデザインコースでは、美的感性、ビジネス感覚を兼ね備えたファッションクリエイターを育成し、ファッション業界、地域文化などへの社会貢献を目指しています。デザインやパターンはもちろんのこと、企画から数々のスキル、多角的に捉えたファッションクリエイト、その他ブランディングやマーケティングなどのビジネス感覚まで多岐にわたる教育を受けることができます。広い視点での教育を生かし、卒業後はレディース・メンズブランドを手掛ける企業をはじめ、生地やニット機械などの製造販売メーカー、テレビ局、起業家など、グローバルに幅広く活躍しています。伊勢物語からアインシュタインまで、音楽、映像、漫画、コンピュータと創造性を育む一般教育の領域は無限大です。外国語科目は英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語と実践を重視し、学生の留学を支援しています。また卒業生の4割が教員免許状を、3割が学芸員資格を取得しています。本学では地域に密着した展覧会から国際交流に至るまで、年間を通じて活発な活動を行っています。また海外の大学、研究機関と教員、学生の交流やワークショップを行っています。金沢美術工芸大学は、実技と理念の一致を徹底して指導することで、時代に流されることなく次の時代をリードしていくアーティスト、クリエイターを生み出していきます。世界をステージに活躍しようとする若者が本学で学んでくれることを、私たちは心から望んでいます。